階段アミーゴ。おっしゃった足湯階段階を行きますか。せっかくなんで私から自殺の短い話いいですか。はい、はい、はい、お話したいと思います。僕はまあこういった場所でもありますんで、まあ、こういう話をしようかなと思ったんですけども、まあ都内に僕はね住んでるの、まあもちろん都内近郊のそういうスポットによく行くんですけども、結構ね、リサーチしていろんなところに行くんです。ちょっと郊外の方まで行ったりもするんですけどもね。そんな中で、まあ、いわゆるね、とある、まあ、湖にかかる大きな橋があるんですけども、そこの橋がね、もうインターネットで検索するとすぐ出てくるような、いわゆる、まあ、心霊スポットであり、自殺の名所なんです、うん。で、でも夜になるとほとんど真っ暗で、もう物音もしないような山奥なんですよ。何が、まあ、これすごいかっていうのが、ちょっと当時仲良くなりたかった女の子を連れて、男の子がですね、まあドライブがてらにその心霊スポットに行った。要は、キャー怖いとかで、まあその一緒に怖がってなんか仲良くなりたいみたいな部分があったんだと思うんですよね。で、その方ですね、女の子を連れてそこに行った。で、実際にですね、その橋の手前に車を止めるんですよ。車を止めて、そしたら女の子にここだよって言ったら、うわ、怖い、何これ、橋じゃんみたいな。なってるんですよね。で、ここ心霊スポットなんだよ、有名なんだよって言ったら、うわ、めっちゃ怖い、怖いって言いながら、まあ、二人はその、テンションが高い感じも楽しみつつ、車を降りて、で、その橋の方に行くんですね。でね、車のエンジンも切ってね、そのままの状態にしてるんで、ほんと真っ暗でシーンとした中なんですよ。その中、自分の携帯の明かりだけを頼りに、普通に、まあ、橋の方まで行く。で、道は悪くないんで、その橋の上まですぐ行けたんですよね。で、その橋っていうのがそんなにね、橋の幅もそんなに広くはない。で、それを結構行くんですよ。で、もう50メーターも行ったら橋の真ん中ぐらいまで行くんですよね。そんなに大きい橋じゃないんですけども、真ん中ぐらいまで行った時に、女の子も怖い怖い、こんなとこなんだ、うわ、嫌だ、とかって言って。で、たまに、手すりのところから下覗こうとしたらさ、うわ、すごい、でも、夜だからほらさ、下が全然見えないからまださ、いいけどさ、みたいなこと言って。で、そこに携帯の明かりを照らすと、なんとなく下、あ、結構高さあるんだね、みたいなことぐらいわかるんですけど、そんなに鮮明に水面まではわかんない。結構、じゃあもう明かりが届かないほど結構下まであるんだろうね、うわ、怖い、みたいな。言ってる。で、まあ、水面もそうなんですけど、その脇には岩場なんかもあって、もうそんなところにね、叩きつけられた一発じゃないですか。めちゃくちゃ怖いってところをその子こうやって覗いてるんですけど、すごい、すごい、ここから、ここから、ここから、って言いながら、って言いながら、その両腕を出て、ここから、って言ったらしいんですよ。で、その彼氏急いで、何ってなったら、ってやるから、待ってってガーってやったら、その女の子の両腕に手形がすげえいっぱいついてた。で、何それってなったんです。それが赤い感じですごいついてるんですよね。うわうわ、何これ、めちゃくちゃ怖いって言いながら、その子をもうバーって引きずって、大丈夫かお前大丈夫か、なんでこんなことに言って、バーって見たら、下に薄く、これはもうはっきり目でわかるかわからないかぐらいの薄い顔が何個もこっちを見上げてたらしいんですよ。そこっていうのがいわゆる自殺の名所だったりするんで、もしかしたら過去にそこに、まあ、身を投げた方か、もしくは、同じように引き込まれてしまった方が、そこに思いを残して、いてしまってるんじゃないかな、という話を聞かせていただきました。やっぱ自殺とかが絡むと、まあ、簡単な死とはまた違う、そういう残り方がするんじゃないか。どんどん呼ぶっていうのね。自殺ってさ、今永遠を誓おう、もう君以外